霞御霊の現世幻談チャンネル。御霊は霞御霊です。先日の朗読いかがでしたでしょうか。フォロワー様からいただいた実話怪談特集ということで、今回は K 様からご提供いただきました守護霊を読ませていただきました。なんとこの話、先週行われました月の水戸様主催の百物語、ハッシュタグ帰れない百物語に採用していただきました。ありがとうございます。結構最後の方、70何話目みたいな頃に出てきて、もう時間も朝の4時とか近くになってたのかな、過ぎてたのかなぐらいで、私も半分諦めてたんですよ。あ、やっぱ1年目だし、もうなかなか採用されるもんじゃないよねって諦めかけてたんですけど、もう自分の火の玉が出てきた瞬間に、あ、来たと思って本当に嬉しくて秒でツイートしました。スクショは取り忘れたんで、もうアーカイブね、スクショしようかなと思います。で、アーカイブは概要欄に記載していますので、まだ見れてないよっていう方はぜひご覧ください。本当に長丁場で企画運営大変だったろうなと思います。本当に本当にありがとうございました。ということで、この話は小さい頃面倒を見てくれていたお姉さんが病気でお亡くなりになった後、守護霊として K さんについているみたいなところから、そのお姉さんを霊視した配信者さんがお姉さんの触れられたくない部分に触れてしまって、怪奇現象のようなことが起こるようになってしまったっていうお話でしたね。感想とかではヤンデレの守護霊とかいただいたり、あとは K さんを心配する声も多かったですね。本当に守護霊なのかとか、このままでは危険だろうから K さんはお祓いを早く受けた方がいいのではないかっていう声もありました。私も K さんと、そして配信者さんが心配ですね。さらに後日談としてですね、この配信者さんが先日このお話を怪談企画か何かでなさったそうで、その際も怪奇現象的なことが多々あったとのことですね。そして最近原因不明の人体炎症で歩けないくらいやばかったと言っていたとのお話も伺っております。今はおそらく大丈夫だと思うんですが、霊からの警告か攻撃か、ただの炎症だったのかは分かりませんとのことです。本当にどう気をつけていいかも分からないんですけど、お気をつけくださいっていう感じですね。いや、もう本当それで命に何かあったら大変ですからね。 K さんも配信者さんもお気をつけください。K さんがお姉さんのことをどう思われているのかもわからないし、今後どうしていきたいかっていうこともわからないので、安易に何か言うこともできないのですが、ね、特に K さんは死後に気をつけないといけないですから、早めにできる対処をなさった方がいいのかなとは思います。こういうね、体験談を送ってきていただけるの本当にありがたいんですけれども、本当に皆さんに言えることはお気をつけください。本当に何かあってからでは遅いので、何かあったらね、しかるべき対処を取るとかなさってくださいね。皆さんはどのような感想を持たれましたでしょうか。またコメントやリプライで教えていただけたらなと思います。というわけで、この動画少しでも良かったなと思っていただきましたら、コメントやいいね、チャンネル登録をお願いいたします。していただけたら私とってもとってもとっても喜びます。また概要欄に今回参加させていただきました月の御霊様企画ハッシュタグ帰れない百物語のアーカイブの URL を記載しておりますので、ぜひぜひご覧ください。
そして怪談や一コアの体験談も大募集しております。動画や配信内で紹介していいよというお話がございましたら、ツイッターのダイレクトメッセージにてお声掛けください。そんな私のツイッターのアカウントも概要欄に記載させていただいておりますので、フォローしていただけましたら幸いです。それではまた皆様のお耳にかかれたらと思います。皆さん、おやすみたま。